じゃ再開していきたいと思いますけども、はい。いやね、コントローラーの方ね、また差し替えました。はい。私がね、最初の初期のね、初代のプレイステで使ってたコントローラーがなんかね、奥から出てきて、はい。それ差したらなんか今んとこすごい調子いいんだよね。そうそうそう。だからこれでもうね、死ぬことはないと。ないです。もう、これで死ぬようなことがあったら、どうしよう。じゃ、ちょっと一旦、この家から出ましょう。用済みだな、この家は。アイテムがない家はな、いらねえな。ダンジョンでいいのか、じゃあ。じゃあ、ダンジョン入ります。一人で、まあでも一人でも行けるとは思うけどね。お、本当に一人だ。うん、本当にダンジョンでよかったのかな。うん、いいんじゃない。まあじゃあ、適当に。お、絡むことだ。ただ、俺寂しいな。そうね。ただ、コントローラー治ってよかったね。いや、本当に。治んなかったら、お前一人じゃ無理じゃん。おー、でもまあ強くなってるわ、この辺で。あー、寝ちゃった。これ、罠多いな。確かにそうだね。最初のダンジョンだ。あ、え、なんで、ね、同じの2回振って、マジお前鳥本当の鳥なんじゃない。よし、オッケー。敵多いね、なんか増えた。あれ、ちょっと難易度が変更された。いや、まあでも弱い敵だから、まあ何匹用がね。まあ、爪の餌食です。よい、よい。あ、こいつ、動きがランダムなんだ。よいしょー。よしよし。まあまあ、このパーッと抜けちゃえばいいんじゃないですか、ね。そうね、この辺はもう。お、カードありますか。まあまあいいや。ああ、いいか、まあ、ね。あ、良さそうなアイテムだったらね、疲れる身の一つでもなんか適当に放って使っちゃえばいいかなって感じです。識別されてればね。おう、敵がいる。よいしょ。まあまあ雑魚なんで、この辺は。まあ左かな。草旅はまあ敵に蹴るぐらいか、使い道は。欲しいね。あ、これは欲しい。欲しいな。じゃあ疲れる身を置いて。はい、三段を。で、トーチ行きますかね。お、リサイクルボックス。で、これで疲れる身と腐った身を使った。はい。空のボトル1個。まあでも、湖があったらね、なんか使えるし。まあ、トリーマ、これで、まあ、なんか良さそうなアイテムいっぱい持ってね、なんかなんやかんやで。なんやかんやで。意外と使ってないから。なんかこう、上行けないだの、丸押せないだのに、なんか惑わされて、なんか忘れてたけど、結構いいアイテム取ってる。ツモはね、割とは良かった、うん。よし、じゃあ、降りまーす。他のとこで多分な、運を回収してたの。コントローラー運がなかった分。で本当にこの古いコントローラー今度いいね、調子が。とかすごくいいよ。あ、素早さ下がっちゃったかな、これ。まあ大丈夫。素早さの方がなんかわかんないけど、何か下がる。いっぱいいる敵が。ちょっとやばくね、これ戦うの、お前。ちょっと通路で戦いたい。そうだね。この多人数との喧嘩。うわあ、レベルアップしちゃったよ。これどうするの、戦う、本読む。いや、でも。まあ、あいつだったらまだそこまでではないと思うけど、ゴブリンとかのパワーアップに比べると。よし、じゃあちょっと。どれが一番威力高いんだ、はい、ブリザード。まあ、とりあえず使ってみるか。その辺は FF ファンの君なら分かってるんじゃないか。FF 的だったらどれが一番強いの。いや、クエイクじゃない。ほう、やっぱり。赤だった。やっぱ呪文の。うん、あ、とりあえずさ、3。おいしょ、キョッケイ。うう、怖かったぜ。確かに。あ、やばいやばい、やっぱ素早さ下がってんだ、うん、2回攻撃されて、2回されちゃった。あー、どうせようろつくか。いや、でもアイテム結構いっぱいあるから。そうだね、てかまあ1回言うてね。そうね、来たとこだから、まあなんとかなるな。お、イベント。お、デブチョコボ。お、あ、じゃあデブチョコボ読んで。無理だよ、まだ、また何か出てくるかわからないんだよ。デブ声だ。もう帰ろうよ、いいじゃないか、こんなダンジョンが。なんでもさっきも暗闇からスケルトンがガーって出てる出てる。うわー、よしこ、それよしこなに。あー、なるほど。ふう、危なかった。だから嫌だって言ったんだよ、よしこちゃんの頼みだからって。こんなところの、こんな深くまで来るなんて。よしこちゃんだからな。まったく男の子でしょ、しっかりしなさい。あ、チョコボにオスメスの概念あるんだ。あ、ね、知らんかった。それに美味しい実がいっぱい食べられて喜んだのはあなたじゃない。う、それは。わかった、じゃあこっから先は私一人でか。置いてくるも酷だけどな。冷てえな。ダメだよ、危ないよ。大丈夫だって、いざとなったらテレポのしおりだって持ってるんだから。うん、それにどうしてもこの男女の謎を突き止めたいのだから、私行くね。行っちゃうのか一人で。
じゃああなたも気をつけて。結構大丈夫なのか、ここで置いてって。デブチョコボ、ちょっとって言っちゃった。もう知らないかね僕は。でもどうしよう、一人じゃ怖いし。クンクン出たー。ええー、お前どっちかっていうとその出たこっちが言いたいんだね。まあ、急にあんな白まんじゅうみたいな出てな。ここも普通に降りるだけでいいのかな。よし、なんかそって、お、リサがいますね。普通にかつてマサトが殺されたリサ、こいつはオラチャーオラチャーす。いやー、なんかこっからも強い敵しかいない。トゲゾウが出てきた。あ、なんか守りかっためてる。ニードルガード。あ、そういうことか。あれ、ゲージが溜まるとトゲ飛ばしてくんだ。おお。お、トゲデマルいっぱい来るな。すごい来るな。あ、でも爪が上がった。やったぜ。爪爪爪取った方がいいんじゃないか。あ、そういうことか。あー、プラスチナしか。でも確か合成とかできたはずだから、この今持ってるやつとなんかどっかで合成すれば強いのになるんで。ちょっと足踏みしよう。確かに体力がね、ちょっとなくなってきてるもん。いって。足踏み分ぐらい吸われたぞ。てか、なんだったらもうマイナスになった。くそ。うわぁ、もう降りた方がいいんじゃない。これ怖い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 。あばよ。あばよ。だせぇ。うるせぇな、しょうがないだろ。置いた、白間。あれ、君はくんくん。君もこのダンジョンに用事があるんだ。用事って。え、君の友達を見てないかって。見てないけど。そうだ、君もこの先に行くなら一緒に行く。本当のこと言うと私もちょっと怖かったんだ。行く行く。ツンデレだ。ツンデレかどうかね。じゃあ行こうか。やったぜ。これ俺できんのかな。できるんではなかろうか。あ、まだまだイベントだった。どうしたの、そんなにかまどが珍しい。そのかまどに爪かくらぶ。ああ、うん、はいはいはい。ファイヤーがサンダーをかける合成。あ、そういえばそうだったな。合成すればパワーアップした爪やクラが手に入るかもね。やってみたら。やってみる。どうする。やる。キュンキュンキュン。そんなこと言われなくて知ってんのかよ。知らんかったけど。俺も忘れてたぞ、だいぶ。そんなのあったなぁとは思ったけど。はいはい、わかりました。じゃあ、モノシーンのマサトゥー君についてからね。大人な対応だね。行くか、これ。これでは識別されてないから、マイナスってこともあんだよね、多分。あ、そっか、これ識別されてないってことか。まあ、まだリスクが少ないからどうする。やってみてもいいんじゃないかなって感じがするけどな。どうだろう。ファイヤーかサンダーの本って言ってたっけ。うん、じゃあやってみるか。とりあえず物は試しで。そうですな。うん、もう分かんない。1か2、マサトの好きな方でやってみる。じゃあ1で。はい。おお、何が出る。え、た、退化した。プラス、え、プラスになくなって。そうでしょう。あ、プラスになった。ああ、なるほど。変わんねえじゃん。サンダーの本消費しただけ損じゃん。ね。あ、シロマちゃん操作できんじゃない。あ、そうだ。あ、できるできる。お、いいね。お、これ僕回復してくれる。あ、いて。あれ、なんかできなかった。これなんか特殊技ボタンなのかな、回復って。多分 L1 でできると思うんだけど。できなかったっけな。回復して、あ、そう、俺押さないとない。うん、ダメージだ。殴られたね。あれ、シロマちゃんってなんかそういうことできそうだよね。あったと思うんだけどね。え、やべやべ、あれちょっとわかんねえ。まだまだレベルが足りないのかもしれない。足踏みさせてできたと思うんだけどね。 L1 でまだできないってことなのかな。あ、後にできるのみたいな。ちょっとこの辺はまあ、なんか進んでいくとまたなんかチュートリアルみたいなのであんのかな。 2P のチュートリアルってなかったの気がする、ね、あ、そっか。じゃあ右から行こう。なんか今の時もモーグリと違ってなんかこう丸ボタンを押しても L1 を押してもなんか動作が完全に一緒なんだよね。モーグリちょっと違ったんだよね。なんか、お、お、敵だ。お、どうする、そこ俺行けないぞ。お、日焼けしたカード。よしいいね。なんかこの辺なんか狭くてなんか分断されてしまうな、なんか俺らの行動が。よいしょ。よいしょ。おー、強っ。22。いいね。どっち行くか。痛い。地雷。お前が踏んでくれたおかげで俺はクランクすんだ。おい、そこ、それこそ。食らっちゃう、食らっちゃう。こっちか。あ、やべ。魔法。やべ。回復、回復、回復。ポーションしかない。使うぜよ。
ちょか来てる来てる、やべえ。てかシロンが魔法使えないんだったらさ、なんかこう痛い、やべ、おお危ねえ、おし殺す殺す、やばい、ここチョコバカ狙われるし、あやったミス、どうしよう、よし俺シロンちゃん頼んだ、おおちょちょちょ、オッケーオッケー、ありがてえ、なかなか物理攻撃あるなかなか強い、ただ魔法が使えないってちょっとやばいよな、そうだね、ただの杖持ってる女じゃんっていう、このだったらまだな、みつみついのが使えたなてかそうだな、こいつも白魔じゃなかった、よしこだったよしこにしたから使えなくなったなああそういうことか、ただのよしこになっちゃったから、だから給食は使える、作る、あーまあ蹴るだけでしょ、多分これは多分装備する系だよね、そうだね、装備したら、ただ L1 で蹴れるなんじゃん、ちょっと L1 で押してみて、あ、ほんとだ L1 だ、うん、で多分それ、多分その攻撃だったら多分俺にも当たると思うから気をつけてくれな、ああなるほど、多分石は多分俺にも当たって取れない取れない、なかなか広いね、あそうだセレクトをテストしてみるか、あできた、あーこういうことか、完全にコントローラーを使えるじゃんそれオッケー、素晴らしいね、いいコントローラーだ、でまだ階段が見つけられてる、確かにこれ広すぎないとこどこだ、うえー、待ってくれよいしょっと、よし行くか、よいしょっと、で下行って、あこの辺か、あちょっとひー、オッケー、よいしょっと、でこの左行ってなか、左か、あでおいしいこの辺ダメだよ多分、この辺なんかボコボコがあるからさ通らねえんで石が、あやべ、カードはいいかな、あーでもマップカード結構便利っぽいんだよな、まあいいか、そうだな、テレポのしおりがどの程度いるかっていう話、あごめん、よし結構強えな、しろ4ダメージはいい確かに普通の敵より強いもんな、あー識別されてないんだよな、あここは下いけるけどいけない、ないから、もうマップカード使っちまうかも、そうね、もうどうせ落ちてるもんね、うん、どこ、あここか、あーそっちか、はいはい、でここのマップカードを拾いの、はいはい、よし、あーあった、降りよう、はいはい降りましょう、いやーここのなんか広かったね、だんだん広くなってきてんのかな、あーそっか、うん、おあ罠が強そう、うわちょっとスケルトンだ、ここ白魔の出番でしょ、よし効果抜群だみたいな、ないっぽいぞさあ白魔法が使えないんだもん、うん、なんか出てきた、なんか溶けたんだけど俺はあ、いた出てきた、なにこれ、踏まない方が賢明か、マジでなんか魔法使えたと思うんだけどな、いって、うわ強い、頑張れよしよし、いいね、右かな、うわ戦いたくね、よし、おう、なんかいろいろ押してんだけどね、特に、あ、ごめん、いろいろ押すか、今のは軽率だったねすまん、俺も一回攻撃しちゃったさりげなく、あれ、どうして君と一緒にここに戻ってきてしまったんだろう、まあいいか、じゃあ行こう、あ、次からはもう一階からこの子いるのか、どっか行くか、じゃあこっち、お、本がある、あ、っていうか物だいぶなくなっちゃったのか、あ、そうだね、あ、っていうかモーグリと違ってダンジョンに入るとき物くれるみたいなあれもないんだあれ棚とかにあったのかな、なんか、あーそれ拾っとくべきだったかな、そっか、うん、あ、エロ本はダメダメ、おや、まあ、俺は物理攻撃として頑張るよいし、まあこの辺でもパーッと、お前があれになっちゃったじゃないか、弱っ、どっちが敵かわかんねえよ、あのクリティカル出た一回踏んだらもう大丈夫だ、敵と間違えてなんか殴っちまいそうで、動きが、なんかなんかなんだ、特殊能力使えないみたいな感じか、まあ問題はないな、よいしょ、よしよし行くぞ、まあ、まだ目してんのかお前の目視タイム長いな、だんまりおじさん、よし、おいしいね、オッケー、あ
とか間に森ちゃんあるからアイテム、うん、ああまあこの辺がさーっと拾ってなんか識別全然してくれてないよこれ最初のダンジョンだよねなかなか。そうだね、そういえば何度か難易度がただ一応んーあー近いあ近いよしネズミだけぶっ壊してあやべ間違えた攻撃するお金しろお前も攻撃せんかいどうする探索する、うん、まあでも、まあ、降りちゃっていいんじゃないのはどうしまあ降りてていいかよいしさっきアイテムなくて死んだってことじゃないでしょそうね、うん、俺がなんか回復技使えるかなっていろいろ試してみたらこう使えなかったってあ石なんか、ね、あれ石って射程どれぐらいまであるんだよしじゃあ試しにどっかでやってみるなんかその辺で蹴ってみるそう、ね、強っお一列いけるうわあもったいないこんな雑魚に使ってしまった、うん、まあいいじゃんたかが石だしそうねお石あるじゃん石いいねあおおちょっとおおいいねいいね強えなよしえだっけよしえじゃんよしこよしこあよしこだよしえさらに古くなったのなんかよしえってあっこの斜め攻撃だねこれよいしょおお後ろが来てる後ろが来たよし行こう行こういいねなかなかチームワークが出てきたんじゃないか確かにおいいねいいね回復回でも今少ないのがもしかしてそうポーションとかを拾いたいあ石いいね石なんかお前スナイパーになりつつあるなあるねよっしゃーポーション欲しいけどちょっと上だけ見てみるこの上だけそうだねあないわないか行くかじゃあ行きますかよしワングロアに1回ってことはもし1回だけ使えるとかないかなこの回復能力あじゃあちょっと今だから最初のアタックだけうまいことチョコボに当てればあダメだがっつりダメージだダメージですね、うん、とりあえずシロマちゃんの回復能力は2P 操作ではないみたいですそういうことか、 なんかってことは 2P 操作だとシロマちゃん使えない子なのかなかもしんないなまあ、とりあえず 2P 操作でも回復技使えるよっていうのを知ってる情報があったらなんかコメントで教えていただければ助かります苦そうな身おなんかやべえなんかパープしたおお素早さが上がったけどなんか入れてみるリサイクルそうちょっと識別されてないのが多すぎるなうーんカード入れるカード入れちゃおう、うん、はいおおエロ本いいねいいね、いいねエロ本は使えるエロ本は普通に強いもんなもうカード入れちゃうかもよし。あれあこれ識別されてないのが出てくることもあるのね。あるな。なるほどな。ちょっとじゃあ。まあ、トゲでまで。トゲでまで。今日ナイス。ヨシエのおかげで助かったぜ。ヨシコな。お前ヨシエにしたいならヨシエにしてもいいけど。なんかついヨシエって言っちゃうんだよな。ヨシコよりヨシエの方がなんか馴染み深いというか。そうなの？あそうみたいだね。おこいつ遠距離射撃マンこいつねだから逆に遠距離で攻撃しても俺に当たったぞ射軸が合ってなかったよし、まあ、まあ、あこれこれもなおおいいねいいねいやいいねいいね回復出ねえなでも装備品も欲しいなそろそろこれなんだっけ、なんか回復力アップじゃないだから足踏みしたらいいんじゃないか今よしちょっとその間の敵は俺がなんとかしなきゃいけないちょっと足踏みして足踏みないと俺動けねえがこれなんか利益出すのむずいんじゃないかなな試練だともうちょっと回復一気にブユンっていくんだけどまあ試練と違うレベルが上がるかあ松明だ甘酢買わなくていいかまあぼってか買いなあったよねそういえばさうんあったけど相手を回収したかったから頑張れあしまった頑張れいやー結構詰めないの厳しいなあそっか今爪がないのかペロペロのペロペロの薬なちょっと1個飲んで識別しちゃうそうだなあポーションかオッケーオッケーペロペロ全部ポーションああよかったそういうことかいいねいいね全部ペロペロでよかったなわマサトではペロペロだからいや意味がよくわからないな階段あるね階段はここにあるかじゃあまあちょっと軽く爪欲しいんで爪がないと確かに攻撃クラもないのか今あそうそうおデマルトゲデマルはちょっと任せるわなんでやねん俺別に防御貫通の能力がないぞ別にあいつは早めに倒さなきゃやばいやばいあいつおファイヤーの本ありがて本がいっぱいあるんだけどちょっとやばくねやばくねこれは使おう使おうエアロはちょっと全体攻撃みたいな感じかね
あ、一体ずつか。え、一体の全体クエイクか。え、クエイクないわ今。あ、全部単体だ多分今。あー、マジですか。じゃあ確実に一体ちょっと倒すか。うん、ブリザードで。これ、これ、そ、近くに。いや、こいつは俺でも攻撃できる。あ、そうか、じゃあこうい、こいつか。置くじゃないよ。おいしょ。いいね。よし、よし。先にこいつを倒して。はいはい。おい、オッケー。よしよし。なかなかな。そろそろ死んでもおかしくない。敵が囲まれく、ちっちゃくなっちゃった。サロンダシロマさん。マジで、何そのちっちゃくなるって。え、大丈夫大丈夫、ちょっと出丸は俺に任せろ。よし、よし、どう、これやばいな。俺もうっかり攻撃したらこいつ死ぬんじゃねえの。かわいい。でも、でもなんか俺散歩させてみたら楽しい。あ、でかくなっちゃった。ちっちゃい方が可愛くてよかった。あ、で、出丸、出丸。でもこれなんかアイテム大量ゲットのチャンス。よし。あ、空のボトルもある。あ、空のボトル、こんなにドレイン、あ、これいいんじゃないですか。ドレインって HP 吸うやつかな。吸うやつ。アイテムが足りません。できません。爪もないしな。おっ、よーし。これな、あんま石を打つ場面ないな今。確かになんかよしよし。そうね、石をもうちょっと有効活動すれば火ダメを減らすことも。降りる、それとも行く。だから HP が少ないんだな。足踏みしとく。うこういういつでも降りれるとこで。そう、ここで。おお、ほぐした。あ、見て、デマルが、デマルが、デマルがどうしたらいいんだろう。これな、収益出すの、これ難しいね。うん、大丈夫か。あいて、ダメだこれ。で、これ難しい。利益出ないな。そういう風にできてるの。お腹減るだけじゃないか。ね、